大滝城。大滝城は、現在の千葉県泉郡大滝町にあった、戦国時代から江戸時代かけて存在した日本の城、平山城。はじめは、小滝城と呼ばれていた。江戸時代には、大滝藩が置かれていた。大英元年、1521年に、マリアツの武器よが小滝城として築いたのが、始まりとされる。以前は、小滝城は、 同町内の根子屋城のことであり、今日の大滝城は、徳川家康によって、大滝の地支配した、本田忠勝が築城したものと考えられてきたが、近年の発掘によって、現在の城の地下に大規模な城の遺構が残されていることが明らかとされて、小滝城と大滝城とが完全に重なるわけではない。戦国期には裏山である栗山が城の一部に使われていたが、江戸期には、 栗山は覗かれてやや、ふもと側に、縄張りが移動されているものの、現在では、信清の織田城をもとにして、後の大田城が築かれたものと考えられている。信清の後を継いだ、マリアツ長信の大の天文十三年、1544年に、里見氏の武将、正木時持によって、マリアツ氏は城を奪われて、以後、時持、信主賢治の三代にわたって、 正木氏が支配して、和佐国東部支配の拠点とされた。だが、天正九年、1581年に、里見義頼との内紛によって、賢治が殺害されると、道場には、里見氏の大官が派遣されたという。天正十八年、1590年、里見氏が総武事例違反を理由に、和佐国を没収されると、道国は、徳川家康に与えられ、 その配下の優勝、ホンダ・勝が城主となり、大滝藩十万国が成立した。忠勝は、里見市の北上を防止するために特管工事を行い、三層四階の天守を持つ金星城閣へと大改築を行い、ふもとに城下町の建設を行った。これが今日の大滝城である。以後、この城は、大滝藩の拠点として幕末まで重要な役割を果たしてきたが、 元那五年、六百十九年九月、藩主、安倍正次が拠点を移したことにより、大滝藩は一時的に廃藩となったため、城は荒廃した。漢文十一年十二月、六百七十二年、安倍正春が一万六千国で入城した際、幕府から、大滝城は城跡になってしまっているので、おいおい再建するようにという命令が下ったものの、一重の平もないありさまで、 門や矢倉などもないという当時の記録の通り、大滝藩の規模縮小に伴い、荒廃した状態で長く支配が行われていたようで、ある。元禄三年、1690年の幕府オムの調査記録と思われる土アクターダーダキにも、幕府から大滝城の再建命令が通達されたにもかかわらず、大滝藩では命令を履行していない。兵もない状態だ。ましてや、 門や櫓などあろうはずがないと記されている。資料が少ないために、江戸時代の状態は不明な点も多いが、安倍以降の上司は多少の増築などは行ったようでる。ただし、山頂の天守などは荒廃していたようである。天保13年、1842年には、天守が消失し、天守の代わりに二層の神殿と称する建築が、天保15年、 1844年8月に建てられていた考えられている。明治3年12月、1871年に社署は取り壊され、その後本丸も作兵されたという。その後、昭和41年、1966年に本丸跡は千葉県の出席に指定された。昭和50年、1975年に定席に、天保6年、 1835年の図面をもとに、して天守が再建されて、内部には、千葉県立遭南博物館、現在の千葉県立中央博物館、大滝城文館が設置された。2017年、平成29年4月6日、俗日本百名城、122番に選定された。天保13年、1842年の天守消失後、 消失した天守に変えて、神殿と称する建物が建てられたとされるが、大滝藩が財政難に苦しんでいた時でもあり、粗末な建築物だったのではないかと、この城を研究した渡辺兼夫は考えている。火災があったことに関しては、昭和48年、1973年の学習委員大学の発掘調査でも、大量の焦土が発見されたとで裏付けられているが、 改築及び天守建築を否定する説もある。小高春夫は改築そのものを否定する日本工業大学の見解を紹介し、やや否定説に傾きつつも、渡辺が発見した大滝城天守絵図面の存在から完全に否定できないとする玉虫色の見解を示している。天守存在説に関しては、学会でも論議があり、秘実在説もある。 記述在説の根拠としては、などが挙げられているが、二通りの天守絵図が存在することや、本丸は明治時代に削られたために、石垣の痕跡はそもそも見つからないのではないかという反論もあり、現在でも結論に至っていない。このため、この城の再建天守の評価が、書籍によって、復元、復興、模擬と分かれている。本丸付近に土類が、大手門付近に、 彫跡が残り、二の丸に大井戸が残る。本丸跡と大井戸は、上ず大滝城、本丸跡府大井戸、薬井門の名称で、千葉県指定史跡に指定されている。建造物としては、大滝高校に保存されている、二の丸五天薬井門が現存しており、前日の通り、本丸跡の府指定で、千葉県指定史跡となっている。再建天守は、昭和50年。 1975年に、天保13年も社の三層天守絵図などをもとに、江戸時代の一般的な天守を参考として、推定復元を行って建築したものである。春工は昭和50年9月10日、設計は藤岡道夫である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。